はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。スコアタックね、妖怪学園はイベント前半戦、ドーベルベイダーであとね、2分ぐらいで前半戦終了なんですけど、後半戦とね合わせて前半戦のねランキングちょろっとね見ていきたいと思います。まあ、ちょっとあんま時間ないんでね、ちゃちゃっと見に行きたいと思います。一応ねボーナスは勇ましの方のやつもね、今日3つアイテム使ってできましたんで、一応これでやってればもうちょっと順位良かったと思うんだけど、まあいいかなっていう感じかな。はい、一応全部できましたね。うん、なんだかんだ言ってやりましたね。はい、勇ましこいつらでできました。特にコンティニューいらなかったな。うん、まあやる順番は良かったけどね。はい、ということで後半もうちょっと時間ないんでランキングいきましょう。ランキングちょっと超級とかいろいろあるんだけど、私661、1400万、初めてね、1000万超えました。なんですけどね。今回みんな、パーティーが一緒で、もう最近は攻撃速度アップ系なんかな。なんかね、もうでも全然違うね。300、もうすごいですね。750位でも1000万超えて800万と想定してた100位も、あ、1000位か、900万必要でしたということで、なんかやっぱり妖怪強くなってきてレベルがめっちゃ上がってんね。もうなんか初心者向けのイベントじゃもうなくなってきてんね。はい、5000人ぐらい参加されてました。一応ちょっと時間もあんまないんであれだけど、上級もこんな感じ、報酬はこんな感じなんだね。上級の250位とかこんな感じか、中級はこんな感じなんだね。なんか別に小生コインもらえんだったらそれもありだね。はい、こんな感じですね。250位、そして初級はもうこんな感じ。1位の人はやっぱりみんなすごいね。はい、という感じで前半戦でした。後半戦はね、ゾディアック楽しみですね。ゾディアックもいいので、はい、後半戦楽しみにしたいと思います。コインは一応チケットは全部交換してて、あとはね、これはいけるかな。こっちはいけないね。はい、という感じで前半戦でした。750位に入れたんで、ちょっと待って、報酬はこれだね。1500個か、中途半端だな。あれ、500個交換できるかな、ちょっと心配になってきましたが。はい、あ、でも2万金か、加算じゃ無理かな。今度はちょっと500位ね、入れるように頑張りたいと思います。ということで、前半戦終了で、はい、後半戦ね、始まりました。また1週間ね、頑張っていきましょう。次のイベント、多分、なんだっけ、スコアターじゃなく、共闘なんじゃないかなと思ってます。ということで後半戦いきましょう。これも超級でいきます。まあ報酬がね、4つもらえるんでね、交換とかね。私は超級でまた1から頑張りましょう。ということでね、後半戦スタート。ディープシャドウ、ゾディアック、それはね、仲間になった時の調整でね、半分以上で攻撃を受けた時1体という新たな潜在、どういうこと。なんか隠れあれなのかな。一中打ち消し、味方全体陽気上昇、超強力、これいいよね、ゾディアックね。はい、ゲットしていきましょう。お知らせをチェックで回復ねしてるんだけど、あれ、ブーストはない、戻っちゃった。え、ごめん、俺それ知らなかった、ブースト戻んの。そうなの、ちゃんとルール見てなかった。ブースト戻るんかい今回。そりゃないよ、ブースト戻んのは。なんか一気にこういうのって一気に冷めるわ。あ、しかもエルゼが加わった、モモンガレディということで、ガシャが、そうだよね、エルゼいねえなと思ったんだよね。プニプニだとエルゼいたからね。エルゼはバトル開始5秒の超過5守り、あ、素晴らしい、5秒だけどね。プリチー氷か、プリチー氷は前半戦に欲しかったやつですね。あ、そうなんだ、前後半違うんだ。そして新郎孫作の超アップも始まってて、
まあまあ忙しいですね。ガシャ、そうなんだ。これはまたちょっと別途やりましょう。今回火が苦手っぽいんで、モモンガレディは？はい。なんか後半は、あれ？私の知ってるスコアタじゃないな。まあいいや、ちょっとやっていきましょう。俺の知ってるスコアタじゃないな。戻った戻った。40になったブーストが。びっくりした。なんか不具合だったっすね。びっくりしたよ。さっきピューってやっとけばよかったな。スタートしてたらなんかあれかな。それともバッチ流れてやっと到達したって感じか？ということで、相手がね、薄ら影なんで、プリチーポカポカの火ですね。ぶっ込んであげたいと思います。そうですね。そうなんだ。意外にね、人材不足なんだよね。バット坊やかい。ちょっと人材不足だけど、まあいいや、ちょっと、しかにしちゃいます。バット坊やでもいいけどね。はい、周回メンバーはこんな感じで、ほとんどね、前半戦と変わらないかなっていうことで、とりあえず一回やりましょう。ミッションがね、変わってます。なんで、デイリー、そうなんだ。ベイダーは一緒なんだ。一緒なのね。ちょっと一回取っ、あ、一緒なんだ。ディープシャドウゾディアックだと思ってた、ここ。そうなの。ちなみに彼はどうやってゲットするんだ。ちょっとそれは後で見ましょうか。とりあえず一回、よかった。ブーストが不具合だったんですね。ちょっと配列も変えた方がいいですね、微妙にね。いきなりゴロミちゃんやられちゃったぜ。ゴロミちゃんやられちゃったよ。まあ一応金貨アップ妖怪ね、使ってます。後半になって変わってたりするのかな。ちょっとちゃんとルール見てからやればよかったかもしれません。もしかしたら変わってるかもね。これ倒せたからいいや。さあ3列目です。今回のゾティアックは火が苦手ということで、コメ一発ぶちかましてあげたいと思います。うわ、結構破壊力ありますね、攻撃は。ちょっとベニマルだけちゃんと動かしてやります。前衛後衛攻撃を挟んで、なんかついてるね、マークがついてる。お祓いしちゃうけど、ベニマルは後列で使った方がいいかな。まあ苦手だし、これクラウト何食らってんだ。あれ、ベニマルは後列で使うか。氷の攻撃してきたよ。しかもある程度食らっちゃうんだ。技封印してくるね。これは最後何を食らってんだろうな。ちょっと後で見ましょうかね。はい、スコアはね、こんな感じで、結構金貨をね、明日超アップがあるんで、金貨ね、明日周回頑張りたいと思います。主かかなりね、ダメージ与えれてますね。一番最後、陽気ゲージダウンか。陽気ゲージダウンを繰り出してんだ。だから気をつけた方がいいですね。ちゃんと本当は避けた方が良さそうですね。金貨は7000か、あんまりだな。ちょっと金貨アップじゃないんだな、多分ベニマルが。ちょっと前半戦と同じような感じでやんないで、ちゃんと、変わってた、変わってた。ちゃんと変えないとダメだ。ゴロミちゃん使ってる場合じゃなかったですね。私の得意な、惜しかったな、お見せできればよかったのに。これ私、ギャラクシー、ギャラクシーの方か。ディープシャドウ、あれじゃないのか。どうしよっかな。ディープシャドウ。なるほど。
なるほどなるほど。いや、というのもね、ゾディアック小生召喚か、ちげえな、合成の方でゾディアックじゃない、ギャラクシー2個あんだよな。小生光ぶっ込んで衝突してもいいんだけど、まあ周回程度だからいいか。はい、という感じでした。今回もね、でもミッションはドーベルベーダーの方にかかってて、新しくできましたね。またダメージダウンやらアップやらの極意が予想通りでしたね。今度は回復妖術ノーマルだから、あ、なんか1000万ポイント以上のスコアでゾディアックゲットなんだ。なるほどね。はい、ということで、なるほど、フルアタックしないとゾディアックゲットできなくて、なるほどね。一応前半戦あれなのと、まあ一応今回ね、私弱いんだよな、プリッチポカポカ火が弱いんですよ。だからちゃんとプリッチポカポカ火を鍛えてる方はおめでとうございます。ただまあ1000万は今回行くのか。そうか、特攻ももう彼違うんだ、彼はそのままか。ちょっと待って、順番に、これはドーベルベイダーのままで、でゾディアックは1000万ポイント、まあフルアタックやると。今までいつも最後にねフルアタックしてたのを早めにやれよっていうことで、で妖怪がこれ10ランクです確定はね、私ガシャチケットでやってるから全然意味がなくて、超アップも、超アップは23日か。エルゼがね、プニプニがエルゼとね、ラストダイ、ティダインと、あの時やったからエルゼ来るかなってちょっとね、思ってたんだ、実はね。ああ、いいね。超子が、超加護いいよね。バトル開始5秒。またプリッチー氷が強くなったな。必殺技も氷だし。モモンガーレディね。なるほどね。これはまたちょっと別の日に、明日やりましょう。か、明日か今日の夜だな。で、フェスガシャーも、ちょっとやりたいんだよな。これは日曜日までだから、これも明日中にやろう。もう今日回したいぐらいなんだけどね。まだ、フェスガシャチケットをゲットしないっていうね。はい、ということなんで、25日までね、頑張りましょう。仲間はさっきも言った通り、1000万ポイントゲットなのかな。新しい潜在能力が1ポイント半分以上で攻撃を受けたとき、1体を持っているとか、なんか、隠れミッキーじゃなくて隠れ潜在能力なのかな。で、私の好きなね、得意な種族へダメージ 50% あるんでね、ぜひゲットしたいですね。まあ、さっきの1000万ポイント、貯めるのもそうだけど、でドーベルベーダーはそのまま引き続きか。ってことはやっぱちょっとスコア上げたいからな、衝突させるか。で極意はどうなっちゃうの。で金カップはね、さっき言った通り土日で、手形は手形もう手に入んないのかな、として。手形もう手に入んない、これ後半また別だよね。あ、よかった。でも3個しかない。3枚しかないな。ちょっとその辺が嫌だね。あ、でも手形はショップで買えるからいいのか。手形じゃない、チケットか、フィーバーチケットは手形は買えないんだよな、ショップで多分。そしてこのガシャは終わっちゃってないね。あ、最後通常期間ってのがあるんだ。ややこしいな。なるほどね。モモンガーレディも加わって、でさっきね攻略のご通でドーベルベイダーもキンクアップになって、なるほどね。ただ大してあれじゃないからあれだね。ティーダスは一応全能力 100% アップか。なるほどね。でエルゼメキア、ゾディアライア、ティーダインか。はい、10% アップはね、これありがたいね。はい、という感じで。いいね、なんかちょっと違って面白そうですね。後半戦も頑張っていきましょう。
1000万ポイント稼ぐか、まあ、前半戦はね、そんだけ稼いだんで、後半はね、あ、結構ゲットできるな。750位か。これは厳しいの。スコアタで前後半分かれてて、特攻も分かれるパターンか。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、そうでございますか。1000万か。ちょっと特攻引かないと、私の実力だと1000万いかないんで、はい、頑張りたいと思います。ちょっとまだ商品が来てないんで、前半戦のね、順位報酬来たら、ちょっとまだね、来てないんで、はい、やりたいと思います。とりあえずね、いいですね、でもね、はい、ちょっと、いつもと同じじゃなくて、はい、やり方変えてうまくね、楽しみながら、どうしよっかな、ドーベルベイダー、小成功ぶっ込んでいいのかね、どうしましょう、でも、上位の方はもう超10凸とかできるからじゃん。まだグレードマックスにしないけど。とりあえずもう1凸はいけんだよな。そんで、順位報酬で1500もらえるので、そう、だから、2000、あと3凸できんだよね。でも、小成功がないもんね。あ、あるね。ギリギリあるね。衝突するか。勇まし 50% アップいいよね。私これ好き。好きってやつね。命中、悪い取り付回避。結構使いそうなんだよな。勇ましイベントで絶対使うしね。はい。地はダメ。ちょっと取り付くがね、残り1目で 80% だからちょっとダサいんだけど。修正根ぶっ込んでもいいんじゃないですか。どうでしょう。はい、じゃあすいません、ちょっと今回こんな感じです。ゾディアックね、ゲット目指して皆さん頑張りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。フェスガシャはチケットね、交換したらやりたいと思います。